演舞開演。どうも、本日はこちらママの大盛り冷凍スパゲティバター醤油を食べたいと思います。以前これのナポリタンバージョン食べたことがあるのですが、これは和風ですね。どんな風に違うのかな。それでは、はい、温めてまいりました。では、縦方向に普通にこうでいいのか、こうで。では、なんかちょっと手こずりましたけど、ご対面。なんだかまろやかそうですし、ベーコン、ほうれん草、よくあるスパゲティですって感じですね。いや、よくあるっていうのも失礼な話か。ちょっとニンニクっぽい香りもしますね。入ってるのかな、では、いただきます。お醤油もいいですけど、次は味噌で食べてみたいですね、あなた。お醤油は少々控えめで、バターのまろやかな旨味が口の中に溶け出していく、そんな感じでしたね。つるつると喉越しのいい麺、程よい食感のベーコンとほうれん草がうまく合わさっていてとっても美味しかったです。というわけでこちらの点数を差し上げます。こうなるとペペロンチーノとかカルボナーラとかも食べてみたくなりますね。で、こぞことし髪の悩みやいかほどに、髪で悩んでいる人、どうか今年こそ生えてきますように。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。